猫は死んだ。病気、怪我、寿命。死の理由は何だってありうるだろう。命とは弱く、簡単に失われてしまうものなのだから。猫は人間と共に暮らしていた。人間は猫の死を悲しんだだろう。墓を作り、丁重に弔ったかもしれないし、遺灰にして自然に返したのかもしれない。あるいはその死を直接知ることもなく、二度と帰ることのない猫を待ち続けるのかもしれない。まつわる経緯や事情、思惑は何であれ、猫は死んだ。死して冥界に落ちた猫クオン。クオンは現世の飼い主のもとに戻るため、唯一の出口である冥界の門を目指す。クオンは死んだ。冥界においてもクオンはただの猫であることに変わりはない。その命は簡単に失われてしまうのだ。しかし、猫には9つの命がある。クオンは命を落とすたび、新たな魂と力を得てよみがえるのだ。その力の名はアニマリバイブ。だが、力を得るということはただの猫ではなくなっていくことに他ならない。境界線を踏み越えることに抗うか、身を委ねるか、いずれ選択の時が訪れるかもしれないこと。もし抗うつもりならば、より多くの希望を持たなければならない。そして叱るべき時には全力で抗うのだ。抗うことができなくなるその時まで。立ちはだかるのは強大な力を持つ妖怪。
クオンでは太刀打ちできない。しかしそれは冥界に落ちた魂の宿命か。クオンは強力な妖魔の攻撃をかわすことで、その妖力の一部を魂に取り込む力が覚醒していた。その力を最大まで溜め込めば、妖魔と戦う術に乏しいクオンであって、帰りたくても帰れなくなっちゃうようなことがあっても、絶対に諦めちゃダメだからね。どんなことがあっても必ず帰るんだって強い思いを、希望を絶対に忘れないで。私もクオンを探すから、必ず見つけるから、私のことも絶対に忘れないでね。猫には難しかったかな。冥界の森、現世へと戻る唯一の手段は、まずは最初の封印の解除に必要な4つの要石を手に入れるため、ただの猫にとってそれは険しく遠い道のりとなるだろう。果たしてクオンは苦痕が尽きる前に冥界の門を開き、現世に戻ることができるのか。ここは教会の冥道、現世の帰還を目指す亡者たち、長い旅路の始まり。ここから冥界の各地を巡り、冥界の門を開放する4つの要石を、しかし同じように探索に挑んだ亡者たちの多くは道半ばで力尽き、この過酷な冥界で少しでも帰還の可能性を上げたいのならば、要石の探索とともに己の力や見識を高める術も。
ここは巨岩平原。上空から落下してくる巨岩が積み重なった。平原とは名ばかり。朽ちた巨岩に潜んで獲物を狙う妖魔も多い。動きを封じられ、まんまと仕留められぬよう。さらに、この場所からは、クオンと似て非なる力の気配を感じる。立ち、妖魔救う巨岩の群れを飛び越え、冥界の門の封印を解く。取り込んだのは人の魂、あるいは豪華。ただの